大ちゃんありがとう。いい番組作っていきましょう。また涙してしまいました。いい愛でつながってるんだと思うんですよ。みんな同じ愛の周波数ですか。この世は地獄です。嫌なことばっかりで嫌な世の中です。泥だらけなんですよ。泥の中で俺らは生きてる。だからハスなんですよ。ハスの花でもね、誰が花咲かしてもいいんですよ。その時にね、自分が選ばれなかったからとかね、そんなんじゃない。誰が選ばれても誰が花咲かしてもいいんですよ。それをね、素直にね、応援できる、それがハスの花なんです。でハスの花はね、泥の中でね、栄養を吸収してね、お花咲かせるんだけど、その花はね、全然泥んこついてないんですよね。だから血に落ちて泥にまみれても、いつかはハチスの花となると。目のあるやつはいつかはハチスの花となります。どんなに高く舞っても塵は塵です。麻生さんや安倍さんがどんなに高いとこで舞っても、彼はたちは塵、誇りですよ。でもね、ダイヤモンドはね、血に落ちて泥にまみれてもね、ダイヤモンドなの。だからみんなね、ダイヤモンドでいいよ。この泥の中でもね、いつか輝けるから。で誰がね花咲かしてもね、応援してあげようよ。ホタテマン見たくなんないでさ、自分がさ選ばれなかったからってさ、急にさ、いやいやってなっちゃうって、それはさ、あんまりにもさ EQ の低さをさ、自分で自慢してるみたいなもんでさ、愛の行動かね、悲しみから行動を来てるかの違いなんだよね。だから愛から来ればね、自分事じゃないんだよね。自分が選ばれるかとかじゃないんだよね。世の中が変えられるかどうかのが大事でね、それの力になれれば、自分はどの位置でもいいじゃん。自分でやれることだけ やれればいいじゃん。だから俺はこうやって涙ながらに訴えたり、チラシ配ったり、会う人会う人に山本太郎のお話をさせてもらったり、それが俺の政治活動だし、俺は俺なりにやらせてもらうし、山本太郎がどう思うと関係ないし、俺は俺だから、俺なりに応援させてもらいますよ。だから公認されなくたって全然恨むことなんか全然ないし、変わらず応援していくし、もし公認されたらそりゃもうなんだろうな、体張って盾になってやるよ。その時は命がけで、そのぐらいで生きなかったらつまんないもん。ただ生きてパチンコ打ってたって生きてる感じしないよ。やっぱり本当にぶち切れるぐらい生きていたんだよね。本当に生きてる感じしたいんだよね。熱く本当に俺生きてんだなって、もうギリギリもう死ぬか生きるかでさ、もう最高に生きてるって感じたいんだよね。本当にパチンコなんかでも全然俺楽しいと思わないな。全然思わない。高校生の時で終わったね。いや本当に高校生で終わった。学生服着てね、よく行ったんですよ。怒られてさ、出てけっつって言われて、喧嘩してブラッつってしたいう時が一番楽しかったんだよね。タバコもそうだし、もう吸わねえし。あ、拍手ありがとう、拍手ありがとう、拍手ありがとう。